おはこんこんもこです。 The Walking Dead エピソード4の続きをやっていきたいと思います。 Well, just so we're clear, while I'm gone, anything or anyone tries to get inside this house, you shoot them. Don't even think twice about it. Understand? I got no problem shooting walkers. Did you hear what I said? Anything or anyone?Good. チャックはこの辺りにいるかもしれないんだ。よく見て進もう。そうだな。その野郎め、それたちはめる気だな。違うぞ。これは前とは別のもっと遠い金だ。誰の世話かわからないが、ウォークはそっちへ行くはずだ。どうなってやがるんだ。わからない。でも誰かが鐘を鳴らしているのは確かだ。なんだっていいさ、そいつの正体を突き止めて、組織の鐘を鳴らしてやるぜ。そうだな。とにかく先に進むぞ。あっちの方は動きなしだ、おそらく。一体これは。絶対に船はある。必ずあるはずなんだ。ケニー、とてもそうは思えないぞ。他に計画なんかあるもんか。今更ダメだなんて言われても聞けるか。それはそう簡単に諦めないぞ。この船ならなんとか使えるかもしれん。そうだといいんだが。カモと言ったのにいい加減にしろよ。俺はただの漁師なんだ。奇跡を起こせるわけじゃない。調べてみる。そっちは周囲を調べてくれ。もしかしたら向こう岸に何かあるかもしれん。離れる必要はないさ。あの望遠鏡を使えば遠くまで見渡せる。あれで何かないか探してみてくれ。わかった。効果入れないと使えないな。くそ、頑丈だな。なんだこれは。何の意味があるんだ。警告の一種か。
この印は何なんだ。至る所にあるが。軍の認識表のようにも見えるが、意味がわからないな。空だ。まあ当然だな。そんなにうまくはいかない。すでに誰かに略奪されたとか。窓を全部塞ぐのは相当大変だったろうな。鍵がかかってる。誰かが船を浸水させようとしたんだろうな。ガソリンもタイヤもエンジンすらない。誰かがすっかり盗んでいったようだ。船はどうだったんだ。使い物にならない。そこにひびが入ってるし、まさにバッテリーまで盗まれてる。直せないのか。あれは一体何なんだ。死より向こうへ最後だ。ここからは船は見当たらないな。無人だ。町のどこもかしこも。船直場はあっても船はなしか。あれを直すのはさすがに無理だろう。タルマッチメモリアルブリッジか。きっと大勢の人間があれを渡って町から逃げようとしたんだろうな。見えるのは水面だけ。船は一隻もないな。あれは一体。伏せろ、伏せるんだ。なんで隠れるんだよ。向こうのビルから誰かが降りてきたんだ。そいつはどこに。あそこの売店に入っていった。金を鳴らしたやつかもしれない。確かめよう。我々のようにただ物資を漁ってるだけかもしれん。もしかしたらクレメンタインに手なずけてたトランシーバーのそこかもしれないぞ。お前も確かめたいと思わないのか。あんたは正面から行ってくれ。俺は横から回り込む。こっそり近づいて不意打ちを食らわせよう。やつと話がしたいだけだろ。もちろん話すさ。
あ。No! ダメ。クレム。クレム。Please don't hurt him. お願い殺さないで。クロフォードのやつじゃないみたいね。クロフォード、何の話をしてるんだ。ケニー、ドン！ケニー、寄せ。やめろ、彼は仲間なんだ。あんたら何者なんだよ。こっちが聞きたいね。私はモリーっての。私はリー。こっちはケニーとクレメンタインだ。我々は君と争う気はない。こんにちは。本当にクロフォードのやつじゃないみたいだね。クロフォードというのは何なんだ。バリケードの向こう側のことさ。ここで一体何があったんだ。あんたら本当に知りたい。この地獄始まってから作られた閉鎖地区よ。生き延びることが最優先って集団、あそこの人間には会いたくないの。なぜだ。クロフォードには厳しいルールがあって、逆らうやつは絶対に許さないわけ。なんで俺たちとは違うと思ったんだ。子連れだから。クロフォードに子供はもういない。それどういう意味だ。なぜ子供がいない。子供、年寄り、慢性の病人、そういう荷物はいない。適者生存が起きて、そうやって生き延びてる。周りが死に絶えてもね。呆れた話だぜ。相当ひどい話だと思うよ。クロフォードは荷物なものをどうすると言うんだ。何人かに会ったんだろう。嘘だろ。まさか。病人とか老人は誰も生き延びる資格がないんだってさ。自分たちの貴重な食料を減らすだけの無駄飯食いだから。なぜそんなに詳しいんだ。サバナじゃ誰でもあの中で何が行われてるか知ってたわ。怖い噂は広まるもんでしょ。この場合は実話だけど。クレム、ここで何してるんだ。なぜ家を抜け出した。オミードが急に終わってきて、みんなが2階に運んでいたの。それでじっとしてられなくて、こっちに手伝いに来たの。助けはいらないと言ったはずだぞ。この子がタイミング現れなかったら、おっさんもおろ死んでたんじゃないの。それはどうかな。町で金出してたのは誰かわかるか。それ私だよ。やっぱり思った通りだ。俺たちに付きまとってるのはこいつだぞ。指さすんじゃないよ、おっさん。もっと痛い目に遭いたい。私は後をつけたりしてない。あんたらが誰かも知らないんだ。落ち着け、ケニー。トランシーバーの声は男だっただろう。確かにな。だが関係あるか。豪華に囲まれてあやく死にかけたんだ。お前が金を鳴らしたせいでな。だから鳴らしてんの。ゲテモノ野郎ども音の方へ行くから、一時的に奴らがいない場所ができる。その間に物資を漁るのさ。ゲテモノ野郎、奴らのことを言ってるのか。そう、あいつら何でも食っちまうから。生きてるのも死んでるのも。
金を使うと頭がいいな。奴ら知能がないんだから、出し抜くのは難しくない。素早く行動したい。手だが戻ってくる前に逃げればいいのよ。もう一遍聞くけどさ、クロフォードのやつじゃないな。ここで何してんのさ。あんたら何者なのさ。仲間を安全な場所へ連れて行くためにここで船を探していたんだ。ご愁傷様、船を持ってる奴らは真っ先に逃げたよ。残ってた船や車も品収集のためにクロフォードがバラしたね。何か残ってるはずだろ。そんなものあればとっくに逃げてるよ。私はこの町の隅々まで知ってるの。何も残ってないって。ついてないぜ、畜生。あんたバカ、大声出すなって。くそ、とにかく船はないんだから諦めておうちにさっさと帰って。ああもう最低。あれは我々が来た道だな。銃声で集まってきやがった。他の道から家に帰れないの。モリー教えてくれ。おい、ここに置き去りする気か。悪いけどあんたらの面倒見るなんて約束した覚えはないね。置いていかないでお願い。グズグズしてんじゃない。やばいぞ、急げ急げんだ。ねえ早く。ほんと無理やろ。危ない。ねえ、急いで。ねえ、はあ、どうすんの。やばいぞリー、早く逃げろ。そう、開けられない。さあ、そいつでこじ開けるんだ。あぶね、リー。私の声が聞こえるか。聞こえてたらとにかくあの家に戻るんだ。いいね、私もそうするから。こっちはもう無理だ。頑丈そうだな。これをこじ開けるのは無理だな。こっちか。怖。ああ無理や。ドキッとする。心臓に悪い。ああ怖い。ちょっと待って、声がするね。排水用のパイプだ。どっから声したの。めっちゃあるやん、もう嫌や。出られるかもしれないが、アリを全部やっつけるのはまず無理だろうな。どうするん。これ流す。え、これ流す。 Looks like this is where the handle would go.
見た感じここにハンドルがはまるようだが、ハンドルどっか落ちてるんじゃん。これはハンドル、開かない、ハンドルどこに落ちてんの。ここパイプいる、パイプ、あ、パイプってさっきのとこか、あった、触らないにしよう、病気が映りそうで怖い。そうか、これ以上行かれへん、ネズミの死骸か、もっと寄ったらいい？なんかね、なんか持ってなかった？ティーのこと本当に良かった、取れそうだな、危ねえ危ねえ、くそ、でもここにいるよね、どうしたらいい、ダメか、なんでこの揺れてんの？画面が。もう一回？こっちの方にはもう回らない。なんでこんな揺れてんの？ここの画面が。こういうことか。あ、分かった分かった。開かない。もう一回あっちから行くんか、よかった、来るぞ、こっちだ、こっちこっちこっち、
これが通り過ぎるのを待つ。もういい？もういい。なんてことだ。チャックはここに隠れようとしたのか。気の毒に。弾切れた。最後の弾は自分に使ったんだな。あんた立派だったよ。ちょ音で閉まった。もうあかん。早く。届かない。ただの看板だ。あかん。一体なんだ。無理だ、遠すぎる。あ、ここか。くそ、折れた。この扉はダメだ。なんでやっても無理だろう。諦めんとって。あかん。ちょ、待て。え、マジかー。やーべー。ここでちょっと慌てた。あかん。そしてこれ、よし。もう怖すぎるよ。Those bars are way too solid. これでこじ上げることはできないな。じゃあもうあの上に上がっていくしかない。これ、いけるん？あかん。一体なんだ？あ、この看板を剥がせばいいんじゃない？ほら。これは一体。おそらく昔作られた核シェルターの一つだろうな。ここに人が住んでいるんだろうか。これはすごいな。ここでな、何ヶ月も生きていけそうだ。何者だ。慌てないでくれ。大丈夫だ。争う気はないんだ。我々もだ。だから出て行ってくれ。今すぐだ。
邪魔して悪かった。すぐに消えるよ。返してダメ。クロフォードから来たに違いないわ。奴らにここが知れた終わりなの。クロフォードなのか。嘘はつくな、正直に言え。仲間と船を探しに来ただけなんだ。ここから逃げるためだよ。だからもう行っていいか。ここに船はない。クロフォードが全て奪った。ああそうらしいな。信じちゃダメよバーノン。このまま返さないで。だったらどうしろと言うんじゃ。うち殺せとでも。クロフォードの奴ら容赦ないわ。私たちが地下にいるとバレたら奴らがどうするか考えてごらんなさいよ。Damn it. You're right. I'm sorry, friend. Can't take the risk. Look. あんただってこんなことしたくないはずだ。冷静に話そう。何を話してるの？名乗りさえしない相手だぞ。私はリ、歴史学の教授だ。こんなところで死にたくはない。あんただって人殺しはしたくないだろ。こっちに近寄るんじゃない。撃つぞ。とにかく話し合おうじゃないか。バーノン何してるのよ、早く撃って。銃なんて必要ない。いいから落ち着くんだ。慌てないでくれ、大丈夫だ。バーノン何してるのよ。バーノン落ち着け。危害を加えるつもりはない。本当にクロフォードのものではないのか。本当に違うんだ。お城はそこから脱出した。奴らは病人や老人を始末しようとした。自分らが生き延びるために弱者を切り捨てる連中だ。そんな歳には見えない。ということは病気なのか。かつてはな、みんな元がん患者で通院していた時の顔見知りだ。治癒しているクロフォードでは不適格だ。仲間のうち5人が殺され、残りがここに隠れた。何年も使われていない地下室だ。ここは何なんだ。死体保管所か。そうだ、皮肉にも聖者の隠れ家となったわけだ。それで君はどうやってここに来られたんだ。だから私は仲間と一緒に川沿いで船を探していたんだ。だが今は船より仲間に会いたい。君が通ってきた下水道は市内のどこにでも通じてるから好きなところに行けるはずだ。この下水道はまるで迷路のようだ。道案内を頼めないか。助けたいのは山々だが、こちらも問題を抱えているんだ。看護を要する病人が2人いて、医師は私以外にいないのだ。それに助ける義理なんてないでしょ。怖がらせてすまなかった。仲間の元に戻りたいだけなんだ。クレメンタインが私を待ってる。それは娘さんか。ああ、きっと私のことを心配しているだろう。それはいかんな。バーノン、あなた何をするつもり。大丈夫だ。私にも娘がいたが早くいなくしてしまった。たとえ他の誰かであっても見殺しにはできん。行かれちゃ困る。心配しなくても大丈夫だ。すぐに戻れ。さあ娘さんの様子を見に行こう。